1798年10月24日の海戦はフランス革命戦争中に起きたイギリスのフリゲート艦とオランダの2隻の軍艦による小規模な戦闘である。オランダ艦は出港後数時間でテセル北西30海里の北海でイギリス艦シリウスの妨害にあった。2隻のオランダ艦はいずれも軍需物資を積み1798年の アイルランド暴動の支援部隊であるフランス軍兵士を乗せていた。この暴動はすでにその1月前にイギリスから鎮圧されていたがヨーロッパ大陸にはこの知らせが届いておらずオランダ軍は10月の初めにその前の派遣軍よりも大きな部隊を補充するつもりでいた。しかしフランス軍はこの時すでにトーリー島の海戦で乾杯していた。二隻の艦が次々に 大型で装備の優れたイギリスに敗れるという、この時のフランスと似た敗北を、オランダも辿ることになった。シリウスの艦長リチャード・キングは、10月24日の午前中に、オランダ艦を発見した。2隻のオランダ艦の間は2回離れており、このため互いの艦を支援することができなかった。シリウスは、小さい方のコルベット艦ワークザームファイトに狙いを、定め、 一時間も経たないうちにこの艦を追い抜いて、戦わずして、降伏に持ち込んだ。次に、大きな型のフリゲート艦フリエに注意を向けたキングは、やはり速度を上げてこの艦に追いつき、激しい砲撃を浴びせた。フリエも応戦したものの、トローに終わった。一時間半の戦闘の後、フリエも降伏し、この二隻はイギリスに打破されて、修理の後、イギリス海軍のものとなった。 オランダの敗戦により、ヨーロッパ大陸諸国による最後のアイルランド上陸の試みに終止符が打たれ、この海戦はアイルランド暴動最後の軍事行動となった。1789年のフランス革命を受けて、アイルランドでユナイテッド・アイリッシュ・メンという政治組織が結成された。この組織は、社会的地位や宗教に関係なく、アイルランドへの共和制を受け入れ、 イギリス政府の支配をアイルランドから取り除くことを目標に定めていた。1793年、フランス第一共和制と交戦状態に入った、イギリスから不法組織と断定されたユナイテッド・アイリッシュ面は地下活動を行って、組織の首脳の多くがヨーロッパ、またはアメリカに出向いた。彼らはイギリスに対抗する武装勢力を募り続け、1796年には、 フランスの失政政府を説得して、アイルランドへの大々的な侵入計画である、アイルランド遠征にこぎつけた。この遠征は第3次に終わり、何千人ものフランス兵が溺死して、一人としてアイルランドに上陸できた者はいなかった。続いて、フランスの支配下にある、バタビア共和国、かつてのオランダ共和国が、説得を受けて、1797年10月に、 アイルランド遠征に乗り出したものの、キャンパーダウンの海戦で、艦隊がアダム・ダンカン提督指揮下のイギリス艦隊に阻まれ、完敗した。アイルランド暴動中のビネガーヒルの戦い。右がアイルランド軍、左がイギリス軍。1798年5月、ユナイテッド・アイリッシュ・メンの指導者の多くが逮捕され、これが元で全国的な放棄である1798年の、 アイルランド暴動が起こった。この暴動により、イギリス当局は、不意を突かれたが、早急に、イギリス陸軍の正規兵を導入して、アイルランドの武装勢力を打ちまかし、9月末、バリナマックの戦いでのフランス部隊の降伏で、この暴動は幕を閉じた。フランス当局も、この放棄には、不意を突かれた形で、従って、何の準備もしていなかった。 当時アイルランドで作戦を展開していたイギリス軍は人数で勝っており、フランスが派遣した部隊は彼らに立ち向かうには不十分だった。10月になってもヨーロッパ大陸にフランス軍敗北の知らせは届いておらず、2度目のアイルランド進行軍が出港した。フランスの遠征軍がブレストを出発するとすぐにイギリス軍が近くで監視体制に入り、 1798年10月12日、フランス軍は、トーリー島の海戦で敗北を起死した。暴動がアイルランドを席巻している間、オランダもユナイテッド・アイリッシュ・メンへの援軍を派遣するように説得されていたが、フランス同様、オランダも予期せぬ放棄に、何の準備もできておらず、10月24日になって、やっとアイルランドに軍を派遣した。オランダの軍艦は、 兵士の上官と物資の積み込みを命じられていた。オランダが派遣したのは、バルトロミウス・プレッツ艦長指揮下の36門フリゲート艦のフリエとマインデルトファン。遠征の指揮官はナイロップが務めた。この2隻は、規模が小さくて装備も貧弱だったが、おののがアイルランドで任務に就く多くのフランス兵を上官させ、フリエには165人、ワークザイムハイトには122人が乗っていた。 さらに、この2隻は武器6000点と、それ以外の物資を大量に積んでいた。これらはフランスと合流予定のアイルランドの非正規軍のためのものだった。左上が北ホラント州全土、その上の緑の部分がテセル。10月23日から24日にかけての夜、2隻のオランダ艦は速やかに前進し、翌朝8時にはテセルの北西30海里の地点に達して、 西の英仏海峡の方へ艦を進めた。しかしその時、オランダ艦の視界に、心臓艦であるイギリス艦、シリウスの姿が飛び込んできた。このシリウスは38門艦とされていたが、実際には44門艦で、指揮官は2年前のフランスのアイルランド遠征に参戦したリチャード・キング艦長であった。シリウスはテセルに駐留しており、同等級か、 あるいはより小型の艦の航路への侵入、あるいは大挙の様を監視していた。ファンナイロップの船体はイギリスよりも数で勝ってはいたが、シリウスはこの2隻よりもはるかに大きくて速く、またオランダ船体は2隻の位置関係も災いしていた。2隻の間はに回り離れており、敵に対して互いに支援をするには離れすぎていた。キングの最初の標的は、 二隻のうちでも小さくて速度の遅いワークザームハイトだった。この艦はフリエの風上にいてフリエと連携するためには風に逆らって艦を進ませる必要があった。キングは当初の狙い通り大きな型のフリエとの接触を避け目まぐるしい速さでワークザームハイトと組み合い9時にはシリウスをワークザームハイトに横付けにしてすぐさま降伏させるべく砲撃を加えた。 フリエは、機関ワークザームハイトの救援に向かおうとはせず、より大きなシリウスに抵抗したが、それも、トローでしかなかった。キングはボートを出して、ワークザームハイトの乗員たちをそれに乗せ、シリウスのメインデッキの下に入れた。ダホが一つ成功し、キングはすぐさま、フーリエの追跡にかかった。フーリエは、西の方に逃げ去ろうとしており、水平線の彼方に姿を消しかかっていた。 その日が暮れるまで追跡は続いた。フリエはシリウスより速度が遅いため逃げ切れることができず、17時までの午後いっぱい、シリウスは着実にフーリエを射程内に追い詰めた。キングの砲撃は激しかったが、フーリエの艦長、プレッツも抵抗し、時間の大砲で応戦しつつ逃亡を試み続けた。交戦は一時間半続いたが、両艦の間の距離はくるくると変わり、 そのためプレッツはシリウスの射程外に逃れるべく策を練ろうとした。しかしイギリス艦の両艦の距離はマスケット銃が功を奏するには離れすぎていたのである。この結果フリエが受けた損害と死傷者数は増したがシリウスは過労じて車掌に一撃を喰らい負傷者を一人出しただけだった。17時30分頃プレッツは降伏した。フリエでは八人が戦死 14人が負傷して、船体の損害もひどかった。キングは、捕虜となった、フーリーへの乗員を移動させ、時間に乗せて、その後打歩したオランダ艦と共に、ノアの基地へと帰還した。トラファルガーの海戦におけるアシル・ジョゼフ・マロード、ウィリアム・ターナー作オランダ艦2隻の打歩により、ヨーロッパ大陸諸国が、フランス革命戦争での最後のアイルランド上陸の、試みは終わった。 フランス革命戦争後のナポレオン戦争ではヨーロッパ諸国によるアイルランド上陸は行われなかった。フーリエとワークザームハイトは共にイギリス海軍に購入された。フーリエは戦争前の名前のウィルヘルミアに戻されワークツアームハイトはそのままだった。このワークザームハイトは等級を改められ砲数は20に減らされた。この間の骨組みでは 24砲を運ぶだけの強さはないと判断されたからである。リチャード・キングは1802年までシリウスを指揮し、その後戦列艦アシルを指揮して、1805年のトラファルガーの海戦に参戦した。エイトン。約1016キロ、2240ポンドに相当する。ありがとうございます。